はい、皆さん、篠田です。この一般的な知らない体の秘密や可能性に楽しく紹介されるかと思っております。はい、始めますけども、解剖学、運動学を勉強するデメリットについてね、紹介させていただこうと思っております。勉強することによってですね、パフォーマンスを下げてしまうっていうね、残念なことがあるんですね。何言ってんだってなると思うんですけども、これ結構あります。まあ、特にですね、うちに紹介させてもらってるみたいにですね、体の使い方をうまくするためには、インナーユニしないといけないですよ。インナーマッスルをうまく使えないといけないですよっていうような考え方で動けるようになりたいですね。バネのある体になりたい、しなやかな体になりたい人っていうのはですね、実は今回の内容をしっかりと知っていただきたいですね。別にね、体が硬くてもガチガチでもとりあえず動けたらいいみたいな。まあ、とりあえず、歩けたらいい、とりあえず走れたらいいっていう人、運動不足解消したらいいっていう人はですね、別に問題ないんですよね。じゃなくて、パフォーマンスをもっと上げたい、体の使い方をもっと上手くなりたいっていう人はですね、この運動学、解剖学を勉強してしまうって言い方は悪いですね。勉強することによって出てくるデメリットですね。ここしっかりと押さえていただければと思っております。では、やっていきます。はい、ではやっていきます。解剖学、運動学を勉強するデメリットは一体何なのかってことなんですけども、もうね、これなんですよね。アウター優位の動きになりやすいってことなんですよ。どういうことかっていうとですね、解剖学、運動学って、まあ、要は重力の関係、床反力の関係とか、まあ、要は力学的に解釈するわけですよ。そうするとですね、一番重要なのは、重要なのとか、まあ、解剖学、運動学で重要なのは、重力かかって、重さがこうかかって、力がこうかかったら、それを止めるためにこの筋肉使いましょう。この筋肉があればプラスになりますよっていう解釈になるので、例えば代表的なところで言うと、骨盤を水平に保つのは中臀筋の役割ですよ。もうこれめっちゃ正しいですよね。股関節を前に上げるときに大腿直筋が働きます。これも正しいですよね。肩甲骨を動かすときに僧帽筋を働きます。情報回線に肩甲骨を使います。これも正しいですし、体幹を固定するのに背筋が働きます。これ全部正しいわけですよ。なので、この辺を強化していきましょうっていうトレーニングになっていくっていうのも、まあそのまま解剖運動学からいくと正しいわけですよ。ただですね、インナー優位の動き、まあうちの動画でよく紹介させてもらってるバネのある動き、しなやかな動きをしようと思うとですね、これめちゃくちゃ足かせに、噛みました。すいません。大事なところ。足かせになるんですよね。っていうのも、インナー優位。この概念がまずそもそも、まあ、この回、こっちだとないんですけども、インナー大腰筋とか、内転筋、前鋸筋とか、こいつらを優先的に働かせる。例えば中臀筋ももちろん働くんですけども、それよりも先に大腰筋とか内転筋がパーンってスイッチとして入って、その後に中臀筋がガンって入るみたいな順番だと体ってインナーきっちり働けるんですけども、実はこう中臀筋をメインにガンって使って、ここに体重受けに行くと、この大腰筋とか内転筋とかめちゃくちゃサボるんですよね。こういうサボるっていう概念がですね、解剖学、運動学では出てこないわけですよ。要はもう足し算ですよ。全部足し算なんですよ。足せばいい、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 みたいな感じなんですよね。まあ、引き算するとしたら、例えば屈曲するときに、こう、後ろ側拮抗筋が緩んでないといけないとかね。まあ、こういう、こう、関節運動での引き算はやるんですけども、基本的には足し算的な考えになるわけですよ。ただですね、実際にインナーで動くときには、こういう風に逆にマイナスになる、引き算的な要素が入っちゃうわけですよ。中臀筋を強く使うと、大腰筋が働きにくくなってしまうとか、僧帽筋が強く働くと、前鋸筋が使いにくくなってしまうとか、背筋が強く働きすぎると、大腰筋が効きにくくなるとか、こういう引き算的なことが実は起こってしまうんですね。で、こういった解釈って、解剖学、運動学じゃなくて、まあ、生理学とか、まあ、脳科学とか、まあ、そっちに入ってくるわけですよ。まあ、実際にこうね、勉強してもこういう話ってあんまきっちり出てこないです。インナー優位か、アウター優位かみたいな、こんな概念出てこないんですけども、まあ、よくある相反神経抑制とかね、まあ、要はこう抑制かかるとか、中枢と、外側、まあ、脳卒中とかね、やってるとよく出てくるんですけども、まあ、中枢が効くと、まあ、書がゆる、やらなくなりますよ、みたいな、まあ、神経的な連絡とか、まあ、そういった方向の解釈が入ってくると、こういうこともあり得るのかな、っていう解釈ができるんですけども、解剖学、運動学一辺倒で、知識で動きを作っていこうとすると、蚊の関節運動を作ろうと思うと、例えば桃を上げようと思ったら、股関節を屈曲するような動きだよね。まあ、大腰筋、腸腰筋と大腿直筋、まあ、膜直筋とか、まあ、この辺だよね、みたいな。
まあ内定の一部とか、まあそういうふうになってくるわけですよ。その辺を強化しようっていう解釈になっちゃうんですけども、実はそれには本当には優先度があって、優先順位を間違えてしまうと、アウター優位の動きになってしまいますよっていう、生理学、脳科学的な解釈が必要になってくるんですよね。でですね、まあここからめっちゃ大事なんですけども、実はですね、この動きって、さっき、まあ最初に冒頭で説明させてもらったみたいに、ただ歩くとか、ただ走るとか、まあ、例えば動けない人が動けるようになる、まあ、歩けない人が歩けるようになるとかね。まあ、そういったことにおいては、結構大丈夫ですね。これで OK ですし、こっちの要素が結構強いわけですよ。例えば中殿筋がないと骨盤止まんない。これ絶対事実なんですよ。大体直筋だと足上げるのめっちゃ大変。事実なんですよ。背筋ないと体保持できない。事実なんですよ。こういう、全然できないレベル。まあ、例えば、まあ、寝たきりの、人が動けるようになるため、みたいなレベル感で言うと、これめっちゃ大事なんですけども、例えばアスリートですよね。もうそもそも日常生活できる、スポーツできるのは当たり前、スポーツできてて、そのクオリティを上げたい、もっと動けるようになりたいっていうフェーズになった時はですね、実はこの解釈じゃなくて、こっちを高めていくことがめちゃくちゃ重要なんですよ。これむしろもう整ってるんですよね。これ絶対働くんですよ。もうほっといたかって、働きます。前も、股関節屈曲する大体直筋働く、中殿筋も働く、これ絶対なんですよ。プラス、この生理学的、脳科学的な優先度があるとか、こういったことがめちゃくちゃ重要になってくるんですよ。こっちをうまく高めていかないと、インナー優位では動けないわけですよ。で、こういう勝手に働くこういうね、こう運動学的じゃない、こういう体の反応を、うちのね、動画ではよく伝えてまして、まあ、例えばですね、さっき言った優先度ですね、インナーを優位にするか、アウター優位にするかで動き変わりますよ、とか、例えばま、こう、肩甲骨ね、腕が長く使えるようなイメージ、肩甲骨から腕が伸びてるイメージになるか、肩関節から腕が伸びてるイメージで、もう全然電気の使い方変わりますよ、とか、背骨がね、一個一つバラバラに認識できてるか、一方になってるかで、実はインナー大腰筋の働き方とか、たりつきの働き方変わっちゃいますよとか、股関節が、全然ね、折り目のように認識してるか、ツルツル回る、球体のように見えてるかで、実は大腰筋とか、もも前、内転筋とか、この辺の働き方変わってしまいますよとか、こういった認識の違いで、体の使い方が結構変わっちゃいますよとかいうのはですね、これ全然解剖学のわけではなくて、もうどっちかというと、脳の働きだったりとか、まあ、こっちなんですよね。ほとんどが。で、こう、パフォーマンス上げていこう。本当にアスリートが今のあなたの状態よりも、もっとしないかで、もっと人よりもね、飛び抜けようと思った時にはですね、ここのね、知識がめちゃくちゃいるんですよ。こっち勉強しないといけないんですよ。ただ、どうしても動きを、学びたいとか、動きをもっと上手くなりたいと思うと、こっちの勉強を、まあ、優先的にしながら、まあ、これ大事なんですよ。これいらないって言ってるわけじゃないです。絶対いるんですけども、本当にアスリートの人が勉強したのはこっちなんですよ。これが抜けてるがゆえに、こっちばっかり勉強して、こっちの方に知識が持っていってしまうと、インナー優位で動けるってことができなくなってしまうっていうのが、まあ、すごい大きな落とし穴なんですよね。で、解剖学とか勉強するのに、実はこれちょっとおすすめの勉強の仕方があります。解剖学いらないわけじゃなくて、解剖学とか運動学の中でも、これは絶対に勉強した方がいいなっていうような内容がありまして、それは何かと言いますと、この形なんです。骨の形です。筋肉の形。形のイメージは結構しっかりと見てもらっていいかなと思うんですよね。特に骨盤どんな形してて、どこに股関節があって、股関節どんな形してて、背骨ってどんな形があって、椎間関節どんな形しててとか、肩甲骨と肋骨の間の形はどうなっててとか、肋骨ってどんな形してるかとか、そういう形はですね、実は見てもらってると、こっちですね、こういう生理学的なスイッチを入れるのにめちゃくちゃ役に立ちます。例えば肩甲骨つるつる動かしたいと思った時に、肩甲骨のイメージがないとやりづらいんですよね。股関節つるつる動かしたいときに、股関節と骨盤のイメージがないとやりづらいんですよ。背骨一個いつバラバラに使いたいって思ったときに、背骨の椎間関節どうなってるか、胸椎両椎どう違うかとか、分かってないとやりづらいんですよ。っていうふうに、こういう解剖の骨のイメージ、形がどうなってるかは、実はですね、結構見てもらった方が、勉強になります。ただ、それを使って、まあよくあるね、これはこういう風だから中殿筋働くべきだとか、大腰筋働いて OK とか、まあ、僧帽筋でとか、こういう風に解釈していってしまうときついですね。大腰筋は股関節の屈曲と、股関節外旋方向で働くから、屈曲と外旋使った方が大腰筋効くんじゃないかと思ったら、
まあ、全然そんなこともなくて、内転方向に使った方がスイッチが入る人もいるんですよ。っていうのは、こっちじゃなくて、こういうスイッチ、解釈があるから、なんですよね。まあ、前撃筋も、使う場所によって入りやすい人、入りにくい人がいるとか、インナースイッチの概念で言うと、股関節をうまくしたいけど、実は前撃筋からやった方が良い人がいたりとか、脊柱から入った方が股関節をうまく使うようになった、なる人がいたりとか、っていう人が、ね、いたりとかね。まあ、インナースイッチの概念で言うと、そういうのが出てきたりとかするので、股関節を鍛えたい、股関節をうまく使いたいから、股関節を練習しよう。股関節の筋力を鍛えようっていう解釈じゃなくて、実は体ってこういう生理学的な、脳科学的なつながりがあるから、実は股関節鍛えたいけど、意図的に肩甲骨から入ろうとか、むしろ股関節の練習しすぎると体のバランス崩れるなとかが分かってるっていうのと、全然分かってないっていうのは全然、もう天と地の差が出ちゃうわけですよ。もう全然違いますね。もうインナーを鍛える、インナー優位の動きを目指す、バネのある動き、しなやかな動きを目指すっていうのであればですね、もうこっちの知識も必須なんですよね。本当に大事です。もうこれがないと前に進めないので、こっちがいらないわけじゃないんですけど、実はこっちの知識が必要ですよってことをお伝えしたいって感じですよね。じゃあこれどうやって勉強するんだ、この教科書読んだら出てくるのかというと、これもなかなか出てこないですし、これ解釈できる人もすごい天才です。なかなかないですね。それをお伝えしているのが、もう一度チャンネルだったりとか、またね、最近テキストを作ってますので、概要欄貼ってますので、そういったテキストで、こういったこと、どういう体がこういうふうに使うとこうなるよっていうのを、メカニズムをお伝えしているのが、まあちょっとテキストだったりとかするって感じなんですね。なんで、ちょっとね、わかりやすいように、ちょっとこういう感じで喋ってるんですよ。正直。ここはちょっと誤解を生むところだと思うんですけど、会話学っぽい、運動学っぽいようなイメージで紹介してるんですよね。正直。これちょっとちょっとね、動画上見てもらいやすくするために、ちょっとこういう雰囲気で実は喋ってるんですけど、内容はこっちを喋ってることがほとんどなんですよ。こっちの話は正直教科書読んでくださいね、みたいな感じですね。教科書読んだりとか他見れば載ってる話なので、こっちの話は正直うちのチャンネルではほぼやってないんですよ。ただ、こっちを欲しいと思っている人からすると、すごく違和感を感じてしまうことがあるかもしれないですけども、実は紹介してるのはこっちじゃなくて、本に載ってない、ここですね。ここの話を、うちでは紹介させてもらってるという形になってまして、インナーを身につけたい、もうね、他とは違う人の体の動き身につけたいって人は、もうこれおすすめなので、こっちを学んでるつもりで、ちょっとチャンネル見たりとか、テキスト読んでいただけるといいかなというふうに思っております。はい、ですね、今途中からちょっとね、うちのチャンネルの紹介みたいになっちゃいましたけども、まあいろいろね、うちの質問ね、めちゃくちゃ来るわけですよ。どういう勉強したいですかとか、買い物の本読んだ方がいいですかとか、まあ、あとは、まあ、指導者の方でね、うちの、お客さん、ゆるの生態に来てくれる人も結構たくさんいるんですけども、皆さんね、解剖学勉強したらできないとか、解剖学を勉強してないことによる、何ですかね、こう、なんか、引け目みたいな感じである人もめちゃくちゃいるんですよね。なんかこう、知識がない、自分が知識が持ってないかもしれないっていう、なんか引け目みたいなのがあって、で、解剖学の勉強したいとか、まあ、結構そういうのってあるわけですよ。何々、まあ、例えばヨガのための解剖学とか、まあ、なんか、陸上のための解剖学とか、まあ、そういう講座とかってね、世の中いっぱいあるんですけども、実はそれを勉強してもらうがゆえに、今まで、まあ、その先生方が持ってた感覚ですよね。あ、ここってこういう風に使った方がいいなとか、まあ、それって結構インナーの感覚に近かったりするんですけども、解剖学勉強してしまうがゆえに、そのインナーの感覚から外れて、知識としてこっちが正しいんだっていう方に行ってしまって、パフォーマンス崩すとか、自分は全然違うような、こう、インナーの動きでやってるのに、生徒に教えるときは、その知識から喋ってしまうんで、いや、ここは腰、こっちから使った方がいいよとか言って、生徒さんは全然違う気になっちゃうとか、まあ、こういった落とし穴がね、まあまあ、結構あるわけですよ。まあ、これ、ほんと残念なんですよ。せっかく勉強してるのにもかかわらず、マイナスに働くってめちゃくちゃ残念なので、解剖学、運動学の大事なところ、いいところはしっかりと抑えつつ、でも、これだけだと、インナーにならないなっていう、まあ、ここですね、しっかりと、どういう体のメカニズムがあるかっていうところですね、しっかりね、こっちも学ばないといけないなってところをですね、しっかりと抑えていただけるとですね、パフォーマンス上げやすくなるかなと思うので、まあ、それはね、この動画ではそれを延々ね、伝えたいなかったなというのが、まあ、主題になっております。まあ、今日はね、ちょっとね、実演とかはないんですけども、実際ね、じゃあ具体的に、じゃあその体の使い方をね、どういうふうにすればいいかっていうのは、今の動画でもたくさん紹介させてもらってますし、まあ、ちょっといくつかね、おすすめの動画をまあコメント欄貼っときますので、具体的にじゃあ体つかめどうしたらいいなって悩んでる方はですね、そちらの方の動画いくつか見ていただければと思っております。はい、ということでね、今回はこの辺させていただこうと思っております。ゆるむ先生ですね、ツイッターインスタグラムやったら、そうで、こちらもチェック、フォローよろしくお願いいたします。で、オンラインスクールも営業してますので、体の秘密をもっと知りたいとか、今、話させてもらった脳科学とか生理学的な体のつながりってどうあるのか知りたい方はですね、概要欄貼ってますので、また覗いてみてください。
で、それの基礎が知りたい、テキストベース知りたいとかですね、それを、まあ、大事なとこキュッとまとめて、初心者のためにもうガチッとね、ここが一番大事ですよっていうところをね、まとめたテキストも作ってますので、そちらもね、概要欄の方からまた見てみてください。で、もちろん直接ね、ゲームセンターに来ていただけますね、あなたの体の状態分析して、今あなたがですね、どれをやってやっていけば、しっかりとね、他の人から飛び抜けていけるようなパフォーマンス作れるか、今一生懸命努力してるけども、なかなかパフォーマンス上がらなくて、ね、悩んでるとか、悔しい思いしてるっていう人はですね、ぜひとも来ていただければと思っております。モチベーションのある方がいればですね、もう確実伸ばしていけますから、一緒にね、こうね、悔しい思いを打破していくのをね、一緒にやっていこうと思ってますので、ぜひね、いらしていければと思っております。はい、ということで、ね、今回はこれで以上させていただきます。いや、またして何回も何回も同じこと言ってしまいますけど、今回はね、これで以上させていただこうと思っております。最後まで見ていただき、ありがとうございました。